はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。三方よしの堅実な地に足をつけたネットビジネスの情報発信をすべくこちらのチャンネル運営しております。もし今回の動画少しでも参考になったなって方はよろしければ高評価チャンネル登録の応援いただければ幸いです。今回は前半大部分ネット物販の代行会社社長としての話をさせていただき、終盤最後の方でマコナリ社長についておこがましいながら私の方から一言物申したいことがありますので、よろしければ最後までご清聴いただければ幸甚です。 まず代行会社の話です。結論から申し上げると、弊社代行会社のサービスを一部減らすっていう話なんですね。時系列で話すと、私2021年2月、今年の2月に代行会社を設立して6ヶ月間経営をしてきました。なんでそもそも自分で代行会社設立したのかっていうと、以前セットさんの商材買い付けを依頼していた代行会社さんが中国アメリカのルートをフェードアウトしたいってやんわり伝えられたことが発端になってます。先に申し上げておくと、その代行会社さんを批判する気持ちは むしろそののの代行行会社さんの役員さんん役員とは仲いいので未だにに飲みに行ったりしていますその点はどうぞあしからずただその中国アメリカからフェードアウトした要するに私の生徒さんの依頼っていうのを今後は少なくしていきたいっていう話を伺った時になんか奥歯に物が詰まったような言い方をされていたんですよね役員さんの言い分とすれば生徒さんが満足いくような対応ができないのではないかという点が不安だみたいな言い回しをされていたんですがそれってどういうことなのかなって正直ピンとこなかったんですそして 中国アメリカの大行業を行っている代行会社さんっていうのは他に何社かあって社長さんも存知上げていて一緒に飲んだ中でもあるんですが月額課金制の代行会社さんなので特に初心者のセラーさんってそんな頻繁に買い付けないじゃないですかそれこそ月に1回しか買い付けないのに月額料金3万円前後取られてしまうっていうのは設さんにとっては損だなぁと思ったので他の代行会社さんも探してみたわけです他にも代行会社さん見つかったっちゃ見つかったんですが社長に直接連絡取ってみたら連絡 私が生徒さんに代行会社さんを紹介するときは必ず事前に社長さんと直接やり取りをしてその社長さんの考え方だとか信念とか理念とか人となりだとか返信の速さだとか一切合切を加味してここだったら安心できるなって思わないと紹介は絶対にしませんそういった経緯もあり自分が代表取締役をやってすでに中国で代行会社業をやられている中国人の女性を取締役に立ててイメージとすればその代行会社さん さんの中国人社員さんを間接的に雇用するような形態の会社を建てたわけです役員報酬は私も取締役も月8万5千円です結局3.06%課税されてしまって手取りとすれば8万2399円になりますちなみに取締役は中国公衆に在住していますので課税率っていうのは20.42%になり手取りは6万7643円です要するに儲けようと思って始めたものではなくてどういうもんなのかって塩梅を知りたくて始めた大 会工会社さんなんですが6ヶ月間やってみるとなかなか作業量っていうのがきつくて私はそれでいいし取締役も納得してくださっているんですが中国人スタッフが辛そうにしているのが見るに見かねてしまったっていうのが正直なところです私が行っているコンサルって簡単に言えば生徒さんのリスクをどれだけ少なくして買い付けできるかっていうことに着目して行うわけなので結果的に初回の買い付けテストマーケティングでは10商品ぐらいの商材をちょこ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 買い付けてまずは売れるか売れないか 判断をしましまょうっていういやり方なんですもちろん、私がそういう買い付けを生徒さんに指導していたので、生徒さんは1ミリも悪くないし、その買い付け自体のやり方が間違っているわけではないんですが、代行会社を経営し始めたことで、生徒さん側、セラーさん側の気持ちだけではなく、代行会社や物流会社側の気持ちや考え方っていうのもようやく分かってきて、常々申し上げている、売り手をし、買い手をし、世間をし、三方よしのネット物販を行うにはどうすればいいかなって考えた結果、冒頭で申し上げた通り、代行会社内で行う 作業をコンパクト化してさらにプラスアルファちょっとだけ手数料を上げさせていただくっていう対処方法をとることによって折衷案といいますか妥協案というのを見いだすに至りました今後とも尽力させていただきたいと思います 経営していてうまくいかなかったり、思ったようにいかなかったことっていうのも正直に話すべきだって自分は考えているんです。ま、こなり社長っていうのは自分自身のプライドが高いのか、それとも完璧人間っていうのを予想いたいのかわからないですが、結果的に経営がうまくいっていないディブ社のことも、短絡的に数値を持っちゃったりしてるじゃないですか。挙句の果てに社員の反感を買って、社内のリストラ社員向けのスピーチが流出したりしていて、目も当てられない状況になってしまってると思うんですね。うまくいっってなかった 悩んだりしてることがあればそこも正直に話した方がいいと思うんです少なくとも正直に話せばそれなりに理解してくださる方だとか応援してくださる方って出てこなくもないと思うんですよまこなりさんに申し上げるとすればまずですね謝罪をしっかりして自分の実情っていうのをそのまま正直に話した方がいいと思いますそこの部分っていうのは会社の規模はもちろん全然違うんですが自分も2社を経営している社長として話をさせていただきました最後までご静聴くださりありがとうございました